皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのダイソーから売られているホイールネイルシートを使ってダイヤモンドネイルを作っていきたいと思います。それでは始めていきます。ダイソンのホイールシート3枚入ってました。たくさん作れますね。ではこちらをカットしていきます。まず爪の大きさに合わせて切っていきます。こちらを2枚作るので2枚分の長さで切っていきます。ではこちらを折っていきます。まずはじめに半分に折っていきます。で反対も半分に折ります。では次に中心に合わせて放射線状に線をつけていきます。たくさん線を入れることによってキラキラ具合が増していきます。ではこちらをもう1枚作っていきます。こんな感じになりました。こちらを爪の大きさに合わせてカットしていきます。では次にこちらに切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れることによってくっつけた時に浮いたりとかしないので、この切れ込みは重要です。では、乗せていきます。地爪の状態ですと、ベースコートを塗った状態から始めていきます。では、固めのハードジェルを乗せていきます。たっぷりめに乗せていきます。
ど作ったこちらをふわっと置くようにのせていきます。まず上と下を合わせて、この部分も貼っていきます。この周りの部分をしっかりとジェルに貼り付けてライトに入れます。ではライトに入れていきます。では次にこちらをとうぶんにして、この状態で斜めに切っていきます。こう切っていきます。こんな感じです。ではこちらに先ほど切ったこちらのフィルムをのせていきます。ではトップコートを塗っていきます。感じにさらにギラギラに、さらにキラキラに光る感じになります。こちらをまたライトに入れていきます。ではこの周りをこちらのシルバーで囲んでいきます。フィルムを爪ぴったりね作ってしまうとリフトしてしまう、剥がれてしまう原因になるので、小さめに作ります。小さめに作ると隙間ができてしまうので、ちょっとシルバーでごまかしというかこう埋めていきます。こんな感じでライトに入れていきます。ではトップコートをのせていきたいと思います。ではライトに入れます。こんな感じで完成になります。とってもキラキラしてすごく可愛いです。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。